ハイブリッドはイギリスウェールズのスウォンジーで結成されたエレクトロニックミュージックグループ。メンバーはマイク・トルーマンとクリス・ヒーリングス。主にプログレッシブブレイクスのアーティストとして知られるが、プログレッシブハウスやトランスの要素もふんだんに取り入れている。ファーストアルバムワイドアングルではプログレッシブハウスとニュースクール、ブレイクスの組み合わせにボーカルと 公共曲のテクスチャを取り入れたスタイルが注目を集めた。また、収録曲の大半において、ボーカルにジュリー・クルーズが参加している。まるで映画音楽のような雰囲気とそのスケールの大きさは、マッシュブ・アタックや、アンダー・ワールドと比べられるほどであった。2000年には、モービーのツアーに同行した。ツアーの後、彼らは再び、ダンスフロア向けの楽曲の制作やリミックスに、 集中するようになった。ハイブリッドは実に多くのリミックス作品を発表している。その数は40アーティスト以上、100トラック以上に上り、レディオヘッド、アラニス・モリセット、BT、DJ ・ラップ、ジオーブ、ジャン・ミッシェル・ジャール、フューチャー・サウンド・オブ・ロンドン、アンクル、モービー、サラ・マクラクラン、クリスタル・メソットなどが含まれている。こういったリミックスの一部は、 2001年にアルバム、リミックスアディショナルプロダクション Y として発売された。2003年にリリースした、セカンドアルバム、モーニング・サイファイでは、半永久的なメンバーとして、ボーカリストのアダム・テイラーとギタリストのティム・ハットンの2人、さらに、ゲストとして、ニューオーダーのピーター・フックが参加した。このアルバムでは、前作、ワイドアングルで持っていた、映画音楽のような雰囲気は、 保っているものの、比べると全体的に暗い雰囲気になっている。さらに、前作とはまた異なった分野の音楽の影響を受けている。クリスはインタビューで次のように述べている。僕たちはダンスミュージック以外何も聞いてこなかった。僕たちが自然にやることにダンスミュージックが深く染み込んでいるのはそのためだと思う。僕たちはラブズ、レディオヘッド、ソウルワックス、 ニューオーダーや、たくさんのウジュサイインディーズギターバンド、それから、クラシック音楽、特に、ペルトやグレチャニノフの作品を聴いてきたんだ。2005年6月18日に、アメリカで稼働を開始した、ダンスゲーム、インザグルーブ2には、ハイブリッドの曲が3曲収録されている。2006年4月29日には、コーチェラフェスティバルでライブを行った。2006年9月、サードアルバム、 I choose n o ノイズをリリース。ワイドアングルにおける公共曲のようなスタイルとモーニングサイファイの暗い雰囲気の両方を合わせ持つスタイルとなった。2004年にリリースしたコンピレーションアルバムハイブリッドプレゼント Y4K に収録されている短い楽曲 Ingood We t r u s t がその方向性を示している。2010年3月には4枚目のアルバム Disappear Here をリリース。 ありがとうございます。